昨日は夜遅かったの。そう、遅くなっちゃったんだよね。寝たのが2時半とかになっちゃった。そう、明日はもっと暑い、死んじゃうんだけど。やだね、ほんと。こんにちは。新番組が心配で仕事が手につきません。私も心配で昨日夜ショールーム諦めた。そう、昨日新番組を収録した後のテンションでショールームできる気がしなかったから、まあ時間的にはショールームできたんだけどやめた。そう、テンションを上げられる気がしなかったから昨日はショールームやめたんですけど、まあ昼は2時間ものんびりやってたしね。こんにちは。え、なんかさ、ちょうどさ、お昼時のさ配信だからお昼ご飯作って食べる配信しようと思ったけど、あんまお腹空いてないんだけど。お腹空くまで喋って、お腹空いたら作ろう。喋ってたらお腹空くからね。そう、こんにちは、こんにちは。みんなはお昼食べた？月曜日だからね、みんな会社に行ったりしてると思うんですけど、お疲れ様です。こんにちは。インスタントの味噌ラーメン作ってます。わあ、いいね。みんなもお昼食べながら見たりしたりしてください。まあ、ちょっとね、お昼休みにしてはちょっと時間が遅いんですけど。そう、こんにちは。今日ね、メイクさっきしたんだけどね、昨日の方が可愛かったんだよね。昨日顔の調子めっちゃ良かった。そう、こんにちは。お腹すくまで喋るってテロップにしよう。お腹がすくまで喋る。じゃあね、今日10時ぐらいに起きて、で1時間お布団でまあダラダラして、ちょっと寝たのが2時半だったからさ、ちょっとゆっくり寝たんだけど、そう、10時半ぐらいに、10時に起きて11時ぐらいまでゴロゴロして、で今、洗濯とかお部屋の片付けとか、片付けっていうか掃除かとかして、そう今なんだけど、そう、なんかすくと思ったらすいちゃう。昨日夜結構しっかり食べちゃったからだな。そう、昨日さ、ノートさ帰ってきてからさ、割としっかりめに食べちゃったんだよね。そう、ダイエットとは。こんにちは、こんにちは。ヒルナンデスにユイユイ出てるよ。あ、そうじゃん、今日ヒルナンデスにユイユイが出る日だ。でもさ、家にテレビないから見れない。はぁ、早くテレビ買わなきゃ。なんか昨日さ、早く家を出てさ、家電量販店によってテレビを購入してからさ仕事行こうと思ったんだけどさ、思ったよりさ楽しくなっちゃって、ショールーム長めにやったらさ間に合わなくなっちゃってさ、昨日断念したんですよ。だから今日行くか明日行くか悩んでるんですけど、明日の方が暑いなら今日のうちに行っといた方がいいのかなっていう。あー、でも明日ダンスの自主練習に行こうかなって思ってるから、その出たついでが一番楽かな。明日にしようと。そうします。なんかこの前家電量販店に行ってお値段を見てきたのね。テレビとレコーダーっていうの、あの録画するやつの値段を見に行って、そう、店員さんにめっちゃ話しかけられて、すごい頑張って対応したけど、すごいドギマギした。ドギマギしてた。そう、
なんかテレビをどのサイズ買おうかなと思ってこう見てて、まあでも32ぐらいあったらそのいいかなと思って32のところで、32インチのテレビでもさ、どこのメーカーのがいいかなみたいなずっと見てたのね。そしたらスススって、えマジ超スイッチなの家電量販店が、なんかもうさすぐ店員さんがススススって来てさなんかお探しですかみたいな、あテレビちょっと買おうと思ってって、あお買い替えですかって言われて、あ一人暮らし始めてちょっとまだテレビ買ってないんでみたいな話をして、そう頑張って対応したけどすごい気まずかった。こんにちは、32と40意外と値段差少なかった。いやで40見てないわそもそも40はさすがにでかいやろうと思ってやめたわ。21と22が Amazon プレミアムデーだか、プライムデーだから安く買えるんじゃない。そんなに待てないよ、もうすぐ欲しいテレビ。そう割とさテレビ見るんだよね言うても、うん、バラエティとか録画してご飯の時に見たりしてたのよねうちでは。なんかそれがしたいんだけど、こんにちは、アメトークとか撮ってみたいんだけど今見れないんだアメトーク。こんにちは。そうでもなんかそのテレビでネットが見れたらいいなと思って、こんにちは、なんかさなんだっけ、まあ、YouTube は別にどっちもいいんだけど YouTube とかあとまあ最後契約するかは一旦置いといて Netflix とか Hulu とかなんかそういうの見れるやつがいいなと思ってそれを見に行ったら32インチだと東芝と TCL みたいなの2つしかないって言われて、そう困ってるやちさんまったギフトありがとう。そうこんにちは。そうリモコンにも YouTube みたいなボタンがこうあるやつにしようかと思ったんだけど、ワンチャンそれなくてもいいかな、でもあった方がさやが Netflix を契約した時にいいかなって思って、どうしよっかなって感じ。 Netflix を契約したいんだよね。そう映画とか見たいんだけどさ、ドラマとか Netflix ってドラマあるよね、なんか昔の映画とかドラマとか見たらさなんか勉強になるかなと思っていろいろそう見たいんだけど、 TLC かなんかあれですよね、安いんだよねすごい。どうなんだろう、みんな的に TLC ってどうなんですか。私はさメジャーなメーカーしか知らないから TLC って名前しか聞いたことないんだけど、でもさ2万円ぐらい違ったんだよね東芝と TLC テレビ同じ感じで。画質とかどうなんだろう、わかんないよね、なんか何買ったらいいかわからんそう何がいいのかわかんないんだけど。こんにちはこんにちは。困ったテレビにファイヤースティック つなぐ全然知らないわ。初見さんこんにちは、こんにちは、ちょっと見に来たヤッホー。画質は 4K ってあの綺麗なやつでしょ、わかんないや何買ったらいいかわからん、見れればいいって考えの人ちょっとねわかる、東芝がやっぱ鮮明なんだ、安いのでもかなり、なるほどね、どうしよう。こんにちは、ハイセンスも安いみたい、東芝の中みたいな。でハイセンスのテレビだとそのネット見れるやつ機能がついてないんだって。そう
そうだから困っちゃった。東芝と TLC しかそうネット見れる機能がついてないらしい。なんだっけ、アンドロイドテレビって言うんだっけな。そうそうそう、ヤッホーどういうポジショニングなの。え、めっちゃ立ってるめっちゃ立ってこの壁にっていう感じだよ。いや、なんかね、お昼時だからお昼ご飯作って食べようかなと思ったんだけど、ちょっとお腹空いてないからお腹空くまで話そうと思ってお腹空いたら急に料理配信に変わるからそう、ちょっと変わったポジショニングで、キッチンの後ろの壁でお送りしています。私こんにちはね。32インチ意外とね、そう機能が少ないらしい。そういう機能やっぱ40インチぐらいからなんか豊富になっていくらしい。そう、40はさ、一人暮らしの部屋にちょっとでかいと思うんだよね目疲れちゃうじゃん。だからまあ東芝か TLC かどっちにしようかなって感じ。もう一回家電屋さんに行って TLC でも全然大丈夫ですかみたいな。どんな、どれぐらい違いありますかって聞こう。多分ヨドバシの人なんかすごい詳しそうだった。そう、野菜は32を買いたいんだよね。ハイセンスでも32インチで YouTube とか Netflix 見れるまでもあるの。え、そうなの。ヨドバシの人は TLC と東芝しかないんですよって言ってたんだけど、そこの店舗にはってことだったのかな。そういうこと。こんにちは、こんにちは、少しだけ遊びに来たよ、ヤッホー、こんにちは。ヨドバシの店員さんめっちゃ詳しかった。そうか、じゃあハイセンス調べてみる。なんだっけ、韓国のメーカーなんだっけ、東芝がなんかの中の忘れちゃった。でもなんかハイセンスは知ってるよ。41のテレビを1メートルぐらい離れてそっから見てる。あ、でもヨドバシになんか何インチのテレビは何メートルぐらい離れると見やすいみたいなやつで、確か1メートルって書いてあったから多分大丈夫じゃない目悪くなるかもしれないけど。 LG っていうのか、韓国製は。わかんないね、なんかメーカーいっぱいあってわからん、ついていけないよ、難しいな。ね、難しいよね。もうちょっといろいろ調べてみよう。でもなんかレコーダーも買うんだったら、東芝のテレビを買うんだったら東芝のレコーダーにしたら使い勝手がいいみたいな言ってた。そう、多少使い勝手がいいみたいな。言ってたよ。分かんないね。そう、レコーダーはちょっといいやつちゃんと買おうと思ってさ、いっぱい録画してさ、めっちゃ溜めちゃう人なの録画を、見ないで。でもさ、撮りたいんだよね、好きな時に見たいから。だから2番組同時録画できてちょっと容量大きいやつ買おうと思って。たまにさ、見たい番組2つ被ってたりするとさ、絶望しない？そう、だからね、2番組同時録画は絶対必要。テレビとリコーダー合わせた方がいい。やっぱそうなんだ。うちも合ってるもんな。うちはね、パナソニックのテレビなんだけど、パナソニックのレコーダー使ってる。やっぱ東芝がいいのかな。そしたらちょっと高くてもいや便利な方がいいよねちょっとって言っても2万とか変わるんだけどさ、2万はちょっとじゃないんだけど、
その男性で話してると彼女感ある。本当？いえ。どうしようかな。長く使うものだから高くてもいいものがいいと思う。それはね、一理ある。絶対さ、テレビとかさ、電化製品、まあ冷蔵庫とかテレビとか洗濯機とかそこそこ長く使うやん。でさ、結構さ、テレビは見る方だからさ、そう、そしたら便利で、ちょっと高くても便利な方がいい気がしてきたな。ですね。レースも終わる。お仕事行ってらっしゃい、頑張って。押し入れから出てきて、押し入れに入ってないよ。アマゾン見てたら TCLのアンドロイド TV が32,000円。あ、そうそう、それ多分さ見たやつだ。東芝ね、5万円ぐらいした。そう、難しいところだ。悩みまくりのさやかちゃん。あと普通にテレビ台も買わなきゃいけない。テレビ台もどうしようかな、なんかどういうのにしようか悩んでてさ。あ、そう、これ立ち話です。今名の通りの立ち話です。そう、テレビ台も悩んでて、今家に、部屋に置いてある棚がなんか暗いブラウンみたいな、濃い茶色の系で揃ってるわけ。濃い茶色系とクリーム色で2色で揃ってるから、なんかそういう色のやつを買いたいんだけど、そう、なんかね、ちょっといいやつ見つけたんだよね。8,000 円ぐらい、それにしようかな、どうしようかなって感じ。テレビ台もね、そこそこいい値段するね。ね、テレビ台のとこにさ、あの Wi-Fi のルーターとかさ、あと、YouTube 撮る用のこういう三脚とかを収納するスペースが欲しいから、なんかそう、ちょっといいやつっていうか収納あるやつ買って、そこにバンバンバンって入れたいんだよね。そう、ちょっといいやつ見つけたから、もうちょっと調べてこれでいいやってなったらそれ買おうと思って。こんにちは、こんにちは。結構ね、 YouTube で使うものたちが多くて、三脚2個と大きい照明と、あとカメラと、あとついでに YouTube には関係ないんだけど、あのスイッチとかもね置きたいわけ。そう、ニトリとかも渋谷に大きい店ある。あ、そうなんだ、行ってみようかな。でもニトリはね、いつもネットでさえは見てるんだよね。ネットにさ、全商品プラスネット限定商品も載ってるからさ、そう、ニトリずっとネットずっと見てるさ。ニトリネット一生見てる。ルーターは開放空間に置かないと電波悪くなる。え、そうだから、テレビ台の上にこうテレビの後ろとかにこう置いておきたいんだよね。まあ電波弱くなるって言っても、うちそんな
3部屋とか4部屋ある豪邸に住んでないからあの多少弱くなっても端から端まで届くっていうところはありますけどね。そう、そんな豪邸に住んでないからさ、考えてる時間ほんと楽しい。なんかさ、旅行とかもそうだけどさ、なんか計画立ててる時が一番楽しくない？そう、テレビの後ろにつけられるラック、え、そんなのあるんだ、知らない。それちょっと調べてみよう。山崎実業、オッケー、ちょっと後で調べてみる。仕事戻ります。あ、お仕事頑張ってね、ファイト。一発対象制約のじゃあドリンク。そう、選んでる時ほんと楽しい。選んでる時と早く届かないかなの配送待ちの時が一番楽しいそう、ニトリのね、収納ラックみたいなやつがね、6月の半ばぐらいに届くんだけど、早くそれ届かないかなってずっと思ってる。そう、旅行はガチガチに計画立てていくタイプ。なんかそう、めっちゃ計画立てるの好きだから、でもなんか分刻みとかではないけど、ここ行ってここ行ってみたいな。お昼ご飯はどこで食べるとか事前にこう全部決めておきたい。宿もしっかり予約取ってみたいな。こんにちは、こんにちは。仕事戻るぜ。お仕事頑張って。ゾイって思ったより大きくてびっくりしたことない？あ、でも、今のところないかな。うん。基本なんかニトリでめっちゃ通販で買ったんだけど、棚とかを。実物を店で見てから買ったのよ。店で見てからネットで買ったのよ。配送にしてもらって。今んとこないけど、そう、でも実物見てなかったらびっくりするかもしれんね。そうそう、在宅勤務の午後の部スタートだから、また今度、あ、仕事頑張って、また夜も空いてたら来てね。こんにちは、こんにちは。あとさ、その机と椅子は本当にまだいいのが見つかってなくて、なんかテレビ台とかはまあ今んとここれかなみたいなのは決まってんだけど、テーブルと椅子が全然決まんなくて困ってる。いいやつがないんだよね。そう、お腹空かないんだよ。お腹空かないんだけどさ、あんまり遅い時間にお昼食べるとさ、夜食べれなくなっちゃうよね。で、夜は軽めにしたらいいのか、そしたら。テレビとレコーダーの接続自分でやるの？うん、やる。 Wi-Fi の接続も全然自分でできたし、割とそういうの得意なので。なんかニトリでなんかあんまいいデスクとね、机とデスクは一緒や、デスクと椅子がなくて、どこがいいんだろう。なんかどういうのにするかマジで悩んでる。なんかまだ構想が決まってなくて。そう、俺もお昼まだです。いやー、でも良きタイミングで食べてね。私は今日は上司とラーメン食べてきた。うわー、いいな、ラーメン食べたいいいな。フランフラン、フランフランっていう影屋さんがあるの。なんかここ顔暗いな。やっぱこっちの顔、ここのそれが隙間にこう持たれてる画角が一番明るくて良いな。三脚の安定が悪い。OK。なんかここがさ、こう出っ張ってるわけ。こういう風に、こういう風に、ね、なんかここにこうやって。あ、くしゃみ出そう。へっ。ああ。ニトリ
類の組み合わせデスクにした、足と板それぞれ選ぶやつ。あーそれ見た。ねちょっと割高じゃない？あーでもさ、自分の好きな高さと大きさにできるから結局いいのか。部屋に一番あった椅子と机が手に入るってことか。ちょっと後でもう一回調べてみよう。PC デスクとか3話ダイレクトで調べてみて、いろんなサイズがある。なるほどね。でもなんかご飯を食べるしパソコン作業もするし、なんか普通に物書いたりとかもするしみたいな、机と椅子が欲しいのね。そうで、あと悩んでるのが椅子1個でいいかな。なんか誰か人来た時はパイプ椅子に座ってればいいかね、椅子1個でいいか。じゃあ使おうかなと思ったけど邪魔だよね。フランフランいいよ本当は。ちょっと調べてみる。隙間からこんにちは。そうこんにちは。してます。セリンと同じでまだお腹が空かない。そうなんだよね。なんでさ、いつもさ朝起きてさお腹ペコペコで起きんのにさ、今日なんかコーヒー飲んだらさ収まっちゃったんだよね空腹が。そうフランフラン可愛い雑貨屋さんって感じ。なるほどね。でもなんか木っぽい素材で足はまあなんか鉄みたいなやつでいいんだけど、そういうのがいいんだよね。そう東京インテリアって安くなった。東京インテリアとどこに店舗あると思う？ゲーミングチェア欲しくなったりしない？でもなんか部屋のコンセプトに合わないからなんかいいかなって感じ。そんなゲームしないし、まあ、動画編集はするんだけど。もっと広い部屋に住んでからかな、ゲーミングチェアは。あー無印ね、無印見てないわ。ちょっと待って、 iPad 持ってきてさ検索しながらやろう。なんか想像で喋るのむずい。こんにちは。あ、でも書き物するときはなんか下に木とか引いて書くからちょっと木の味が残っててもそこまで問題はないかも。なんだっけ、フランフランね。まずハンモック売ってる絶対部屋邪魔だけどハンモック欲しいわ。テーブルが欲しい。家具、リビングテーブル、ダイニングテーブル、どっち。リビングテーブルで見てみるか。こんにちは。こんにちは。あ、絶対リビングテーブルじゃなかった。ダイニングテーブルだわ。サイが欲しいの。テーブル、ダイニングテーブル。こんにちは。いや困ったな。みんなはどこで家具買いました？フランフランめっちゃ可愛い。デザイン性丸って感じで。無印も見てみよう。マミー無印良品。こんにちはね。フランフラン結構いい値段した。だからおしゃれ重視って感じ。こんにちは。無印で家具って買ったことないかも。ニトリいいよねやっぱね。備え付け、なるほどね。でも備え付けもさいいよね。便利、楽じゃない？収納家具、違う、収納家具じゃない。テーブルチェアセットを見てみよう。セットでお買い得。なんかあんまり見せてくれないんだけど
プルにしたい人にはする。なるほどね。天板が大きくなるほど畳みやすくなる。天板の下に柱通ってないってこと？ああ目印高いね。ああ結構いいお値段するんだね。なるほど。なるほど。ニトリしか勝たん説ある。難しいね。 IKEA もあるのか。 IKEA でもさ配送料めっちゃ高くなかった？前調べた時。こんにちは。長テーブルにパソコンテーブル置いてる。高さ調節できるし。パソコンテーブルなんてあんなちっちゃいテーブルってこと？テーブルの上に置くテーブルみたいな。無印っては家具見てる。あ、実物見るとやっぱさテンション違うよね。無印の組み立てなら安いけど天板の裏に補強がないのが多い。ふん、無印も組み立てがあるんだ。しげさんこんにちは。こんにちは。 IKEA オンラインストア。あ、でも結構お腹空いてきたかも。1万円以上のご購入で無料。でも小物だもんな。多分家具頼んだらめっちゃ高そう。でも車ないから持って帰ってこれないしな。商品一覧。家具。テーブル机。こんにちは。オリジナルデスク作れるんだ IKEA も。なんか押しちゃった。あ、でもこれかわいいかも。あ、 IKEA もそこそこ何お優しめの金額で結構シンプルなのが多いのかなっていう印象です。ね、IKEA もそこそこ送料あんだね。東京インテリアは稲里って読むの。ほう、こんにちは。こんにちは。でも IKEA も物によるな。高いやつあんな。あ、たっか、これやば、8万だって。誰が買えるねんそんな。ニトリかな、やっぱニトリが一番安かった気がする。今見た感じニトリで探すか。なんかでもニトリであんまいいのないんだよな。今来たけどなんか欲しいかが。あの、私今テーブルと椅子がなくてテーブルと椅子買いたいんですよ。主言です、ありがとう。 IKEA も思ったより高かった。 IKEA もっと安いイメージあったんだけどな。期待外れ。やっぱニトリが品質も良く値段も高くなく配送料も高くなくいい気がしてきた。あとでニトリでもうちょっと探します。こんにちは。こんにちは。ちら、ヤッホー。でも今日、え、どうしよう、そろそろお昼ご飯食べないと。もう1時でしょ。夕ご飯に響いてくるんだよな、これ以上遅くなると。ちょっと軽く食べますか。今日はねレッスンねないんですよ、お休み。そうそう、だから今日はお家で自主練しようと思って、あと動画編集しようと思って。こんにちは。新品がいいとかある？新品がいいかな。
とご飯でも作りますか。今日作るって言ってもレンチンで作っちゃうんで楽ちんなんですけどね。今日はうどんにしようと思って、うどんをご飯分で割れるんですよ。一玉じゃ多いから半分に割って、あ待って今日割れない、いけた、これか。それで半分取っておいて袋に入れておこう。よいしょ。実際が画面から消えちゃう。今からお昼ご飯食べようかなっていう感じで、テロップを変えないといけないね。なんて書こう。お昼ご飯半分が一玉なのでは？違うよ、一つで一玉だけど、ちょっとしか食べない人とか、なんか子供にはこの半分に割ったサイズがいいよみたいな商品。これはだってこんなさ、ちっちゃいのが一玉なわけなくない？これをレンチンします。お皿はねこれにしよう。レンチンしてくる。ラップをして、さっき大きく見えた。多分画面に近づけて見せたからかもね。意外と小さいんですよ。1個だと大きいから、ね、うどん最高だよね。ねえラップ丸まっちゃった、勘弁して、ね、はあはあ、片手でやると良くないね。パー泣いちゃった。まあいいや、レンチンするだけだし。うどんを温めてる間は待ちましょう。でサラダ作んないといけないわ。今日はレタスでいいかな。レタス、あまりにもサイが映らないからカメラを移動しよう。よいしょ。これ何かな。しけんさんこんにちは。こんにちは。サラダをボウルに入れていきます。しけんさんこんにちは。こんにちは。サラダうどんでも作るの？うん、あのうどんとサラダを食べるうどんとサラダは別の料理を食べます。私今からうどんは普通にうどんで食べたい。うどんにヘルシー思考を求めてないからちょっと待って、開けとかないと後で呼ばれるからね。もう一回、そう、こんにちは。あでもお腹空いてきたわ。いい気がする。いいタイミングのお昼ご飯かも。でこのサラダを作ってる間にもう一個レンチンしたいんだよね。よいしょ。こちら豚肉を牛丼の味付けにした豚丼の具の冷凍です。これをうどんにのせて食べたいわけ。
よいしょ。あかん。これを今から解凍します。レンジでチンをして解凍。うどんは？溶けた？うどんいい感じだね。よし。うどんいい感じ。これの上にさっきの具材を乗せるぜベイベー。でその間のサラダをまたちぎると、そう、肉うどんです。今日はしたら炭水化物もお肉もお野菜もバッチリ取れる。お昼はねちょっと多めにしっかり食べて、そうで夜に軽くしてる最近っていうか、ずっとお昼はなんかどっかで一食しっかり食べとかないとね、普通にね免疫が下がったり具合悪くなったりしちゃうから。こんにちは。カレーは入れない？カレーはね今日夜食べようかな。昨日も一昨日も食べてるから、そう夜にしようかな。お昼はちょっと前に作った豚丼のお肉にする。はじめまして、こんにちは。そう時短料理、事前にねそう具材を作っておくと後で楽なんですよ。こうやってもうレンチンするだけでご飯ができちゃうから。だから暇な日とかに多めに料理しといて、冷凍とか冷蔵に入れておいて、食べるって感じ。昼ご飯できちゃう。朝ごはんとかもね簡単だよ。はい、こんにちは、こんにちは。オッケー、温まった？全然冷たい。様子見ながらですね。あ、でもいい匂いしてきた。カレーは甘口、辛口、中辛、真ん中がいいですよ。やっぱちょうどいい。辛すぎてもあれだし。ちょっとサラダにトマト入れる。トマト大好き。あ、ミニトマトも普通のトマトも大好き。これは料理してる人だ。でも昨日横ちゃんとかに褒めてもらった。そう、毎日料理してるって言ったらすごいねって褒めてもらっちゃった。ヨコちゃんとかももちゃんとかひーちゃんに褒めてもらった。そう昨日ね、その朝じゃないわ、夜の集合さ、まあ一人でテクテク行ったわけ。そしたらひーちゃんがさ、一緒に座ろうって言ってさ、さやのとこさやと一緒に座ってくれたの。優しい。そう、さやに隣に座ろうって。さやがこう一人でポツンって座ってたら、スイちゃんがさやのとこ来て、一緒にあそこ座ろうよって言って。へへ。今写真は撮らなかったんだけど。撮れよ写真、本当。あ、撮った？あ、撮った。もうひーちゃんとこんなにおしゃべりしてんのになんで写真を撮らないのか本当に謎でしかないんだけど、撮りなさいっていう気持ち。そう、ちょっと冷蔵庫の湿気がすごいから軽く拭いてから閉じておきましょう。よし、
ちょっと肉の上に豚丼を乗せていこうね。ひーちゃん優しいよね。ね、待って、上の方全然凍ってるわ。ちょっとひっくり返して全然まだ凍ってた。もうちょっとレンチンか。冷凍したやつの解凍って結構さ、バランスがむずいよね。様子見ながらですね。ひっくり返して火が通りやすくして、もう一回レンチンしよう。いってらっしゃい。結構かかるんだよね。冷凍庫霜だらけになってない？え、ならないよ。冷凍庫ってどうやったら霜だらけになるの？なんかたまにめっちゃ霜だらけになってる人いるよね。そう、写真ないんだよね。プチトマトとか好んで買うことは皆無。美味しいよ、たまに食べると。ふん。可愛いアバターですね。あ、嬉しい。私が描きました。でもそう、ひーちゃんにも褒めてもらった。なんか何の話でさえは料理してるって話になったんだろう。なんかで、ね、料理そうして食べてるよって話したら、そのひーあんま料理しないからすごいねって言って、そしたら近くにいたよこちゃんが、え、ちゃんと自炊してんのみたいな。そう、さすがにいけたかな。そう言ってた、ゆぶちゃんが言った。そう褒めてくれたよ。もうちょっとかな。割とかかるんだな。でもレンチンだから楽チン。お腹すいてきたよ。早く食べたいな。家計簿つけたりしてそう。家計簿つけてるわ1円単位でつけてるわ。そう、全部レシート取っておいて、今日は食費にいくら、交通費いくらみたいな。食費を抑えたいからさ、やっぱ一人暮らしで一番抑えられるのって食費じゃないですか。だから食費を抑えたいんだよね。もう交通費は仕事で電車乗るからしょうがない。そう、多少はね。こんにちは。最近氷が作れる冷蔵庫買ったら夏に向けて便利と思いました。私も今氷ある。昨日夜氷入れてお茶飲んだ。私は家計簿は三日坊主やった。本当、私5月1日から31日まで全部つけれたよ。今6月分つけてる。家計簿はアプリと紙の2本構えですね。そう、 OK。 さすがにいいわ。さすがにいけてた。よいしょ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 。もう一回湿気を取らないと。冷蔵庫じゃない、電子レンジの。はい、ただここに私が映ってなかった。ハイレベルすぎる。イエーイ。ゆこちゃんがなんかもう毎日来てご飯作ってってほしいって言ってた全然ね、メンバーのためとかだと全然ご飯作れるけどね。むしろ一人で食べるより楽しいからね。全然いいよね。なんかいつでもって言ってた。いつでも呼んでって。
うかな。ちょっと汁をかけたいからスプーンですくって入れよう。やっぱ無言になっちゃう。じゃじゃーん、肉うどん完成。ちょっと肉うどんとちょっとボールでしょ、申し訳ないんだけど、サラダできた。めっちゃ簡単。もう冷凍の、冷凍にしといたものしか使ってないからめっちゃ簡単です。イエーイ。つゆだく、つゆだく、美味しそう。ちょっと食べるのが楽しみですね。ちょっとね、お片付けしましょう。大福き、うまそうすぎる。なんかこのさ、豚肉の、豚丼用の豚肉、まあ牛丼の味付けをした豚肉なんだけど、節約なんだけどなんかさ、お米にのせても美味しいし、こうやってうどんでのせても美味しいし、なんかマジで結構良かった。なんか思いつきで作ったけど、結構なんか重宝する感じで良かったから、そう、また作ろうと思って思ってるよ。よし、ドレッシングかける。すき焼きも豚肉でする。あら、そうなの。すき焼きでもさ、うちであんまやらないかも。正月ぐらいしかやらないかも。そう、正月にやるから、正月は牛肉食べてたけど、普段はそう、あんまり食べる機会ないから、焼肉やる時ぐらいしかなかったから。そうなんです。卵とじにして丼もいけ。あー、卵ね、うまいよね。卵のしちゃったりしちゃったりして、しかも閉じたら美味しいよね。試験ですよ。ほー、そう、韓国とかによくある銀のボールかと思ったら、ちょっとおしゃれな銀のボールです。銀のお皿ってよりは、でも冷麺とか食べるとき多分いいと思うじゃあちょっといただこうかしら。ちょっとお行儀悪いんですけど、まあ、配信なのでちょっと立ちながら失礼いたします。ここ暗い、もうちょっとこっちおいで、カメラ。まずサラダいただきます。もうちぎっただけなんでね、これになんか味も何もないんですけど、うまっ。もうさ、レタスのサラダが一番うまいよね、結局初見さん、こんにちは。ドレッシングかけたよ、さっきドレッシングかけようってつぶやいてたやん和風醤油ごまドレッシング。このトマト八百屋さんで安かったから買ったんだけど、美味しいんだよね。めっちゃ美味しい。あなたはとても可愛いです。嬉しい。私はうま塩ドレッシング。わあ、美味しいよね、うま塩ね。
ちぎり方雑なレタス出てきた。めっちゃでかいんだけど。かわいい、ありがとう。もう彼女。いやー、みんなの彼女でいさせてください、ずっと。うまっ、うまっ。サラダ多い、いつも多いんです、私大盛りで食べてる。今買った野菜あるかお示しします。買った野菜ってめっちゃ割高じゃない？レタス一玉買ったらさ、100円ちょっとでさ、5回ぐらいさ大盛りサラダ食べれるけどさ、買った野菜って100円で1杯しか食べれないからコスパ悪い気がする。うまい。ゆうゆうが出てる日なんですね。見たいんだけどさ、テレビがないんだよね、うちに。早く買えって話なんだけど、まだないんだよね。髪押ししてます、嬉しい、ありがとう。ずっと髪押しでいてくれ。約束じゃい。ゆうゆうと話したことある？もちろん同じチームですからね。この前さやが困ってたらゆうゆうが話しかけてくれて、わかんないとこある？って聞いてくれたんで、マジでなんかニコニコしちゃった。ケンケンさんめっちゃ可愛い、ありがとう。辛い料理得意だよ。スマホでテレビ見れるのってアンドロイドだけじゃなかったっけ？リアルタイムで見れるのは確か。昔ね、携帯でテレビ見れたけどね、ガラケーとかは。一人暮らしにおすすめな料理、カレー。サイがカレー好きなだけなんだけど、まああとは本当にさっきの豚丼みたいな、あの、なんていうの、普通の豚の細切れとか買ってきて牛丼の味付けにして小分けにして冷凍しとくと、ご飯にのせても美味しいし、うどんにのせても美味しいし、なんか何にでも、卵かけても美味しいし、何にでも変身するので簡単でおすすめだよ。でもカレーもめっちゃ楽ちんで、作るのあんな楽なのに、カレーライスでもいいし、カレーうどんでもいいし、カレーグラタンとかにしてもいいし、そう、スープカレーにも変えれるし、そう、めっちゃ変身度で言ったらカレーもかなりやばい、めっちゃいい。
鍋もないし食器も包丁もないからハードル高い。鍋なんて全然安いし、包丁とかも100均とかで買ったやつでも普通に使えるから、買ったらよろしいよ。こんにちは。普通にさ作った方が安いよ。毎日惣菜買ってたら高いじゃん。パンにのせても美味しい。確かにパンにのせても全然美味しいと思う。レトルトカレーを食パンで食べる。ああいいね、うまいね。カレーならレトルトの方が安かったり場合による。いやーそんなことないと思うけどな。レトルトだって一食ちょっとしか入ってないのに100円とかするじゃん。だからちょっと多めに作って冷凍とか冷蔵してた方が安いよ。一気にいっぱいできるもの。キャベツ一玉買って蒸しって食べてる。キャベツもさ蒸しって食べるよね。最後レタス蒸しって食べるし、キャベツも昨日蒸しって食べた。業務スーパーを好きになると冷凍庫大きいのに買いたくなる。なるほどね。業務スーパーまだ行ったことないけどさ、なんかすごい量が多いっていうね。一つのあとお箸さあ、野菜をやっと食べ終わった肉うどんに入ります。美味しそう。いただきます。まだ熱々だね。いただきます。うまっ。うん。美味しい。うん、うん。うん。コストコも行ったことない私。これはいいお昼ご飯ですね。そう、汁なし肉うどん。こんにちは。先月は食費どれぐらいだった？先月まだ一人暮らし始めてなかったから、前半だからホテル泊まってたからコンビニで買ったりしてて全然高かった。めっちゃ高かった。そう、なんかやっぱ外食っていうか買って食べると栄養バランス考えるとめっちゃ高くつくんだよね。
なんか栄養バランス考えなくていいんだったらもう菓子パン1個とかで1食済むから1食安く済んだりするけど、栄養バランス考えるとスーパーで買おうがコンビニで買おうがめっちゃ高くつく、野菜とお米とおかずとみたいな考えるとね、やっぱ自炊しか勝たん。自炊を制する者は一人暮らしを制すると私思っとるで、あと料理好きだしね、それそれでかい、料理好きなのでかい。ホームベーカリーでパン焼いてます。わあめっちゃいいよね、ホームベーカリーさ、具材入れたら勝手に焼き上がるからめっちゃ楽じゃない？大好き私も。コンビニ行くと毎回2000円以上使ってしまうから、それは買いすぎ、それは買いすぎ。野菜を取りたいけどだいぶ安くするためにたまにサラダを食べるようにし、サラダは毎日食べた方がいいよ、できれば毎食食べた方がいいよ、野菜は普通に体のためを思うと。キリンさんコンビニで毎晩3000円ぐらいですか、すごっ。何買ったら3000円いくんだろう。コンビニで3000円も買い物したことないかも。でもキリンさんもさ、コンビニでご飯食べててあんなにスタイルいいの普通にすごくない？日々の努力の量がやばくない？やっぱり尊敬ですね。コンビニに売ってるパスタとサラダ一緒になったやつなら毎日いける。でもそれさ普通に400円とか500円ぐらいするからさ、結構値段いっちゃうんだよね。そうでも好きだよあれ、パスタサラダみたいなやつ大好き。わかる、美味しいしね。野菜1日 350g 取ってって無理だと思う。結構きついよね350って。重い野菜を食べないと、水分を含んだ、なんだろう、きゅうりとかさ割と重めじゃん水分だから。それレタスとかは全然重さになんないから、その何野菜のノルマを越すためには食べる野菜選ばないといけなそう。
と一口がおバカさんだから大きすぎる。喋れない。けんさんこんにちは。野菜ジュース飲んでます。野菜ジュースは結構糖分が入ってるみたいなので気をつけてね、飲みすぎには。結構太りやすいらしい野菜ジュースってね、最近まで知らなかったけど。野菜一日これ一本ってあるけど、野菜シスターズが思い出せる。わかる。で多分さ、カラオケで一番初めて歌った曲さ、野菜シスターズなんだよね。曲線が絶妙じゃない？万博少年みたいになった。そうさ、麺類ってさ途中で噛みちぎるのがすごい嫌いなんですよ。そう、もう食べるなら噛みちぎらないで1本をちゃんと入れたいわけ。そうするとこういう麺類食べるときすごい口もぐもぐになっちゃう。前に麺切りながら食べる人嫌だって言ってたの聞いてから絶対切らないんでしょ。めっちゃ覚えてくれてた。今同じこと言ったけど前言ったのも覚えてくれたんだ、優しい。痩せやすい食べ方。でもなんか諸説あるんだけど、私が信じてるのは野菜から食べて、その野菜をまず食べてからご飯食べるみたいなのがいいっていう人もいれば、なんかお米を 2,3 口食べてから食べた方がいいっていう人もいるから、わからん。言ってる研究家によって言ってること違うから、どれを信じるかっていう話よね。配信外でもこんな食べるの遅いの？いや、配信外はめっちゃ食べるの早い、超早食い。スポドリも糖分あるから飲みすぎちゃいちゃべ。スポーツドリンク甘すぎて絶対気持ち悪くなっちゃうから、もう何年も飲んでない。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。うん、美味しかった。いいお昼ご飯でした。食べ過ぎちゃった、お腹いっぱい。お腹いっぱい、食べ過ぎ、食べ過ぎ注意報出てる。スポーツドリンクで甘いって普通の甘いジュース飲めないじゃん。そうだからジュースじゃ全然飲まない。めっちゃ疲れた時にあー糖分欲しいってなったら、もう本当に超珍しく飲む時もあるけど、基本飲まない。ジュース買わないし飲まないね。お茶飲む。一生お茶飲んでるぜ。麦茶を一生飲んでる。
一生麦茶飲み生活してるよ。特茶はね、前は1日1本飲んだけど高いからやめちゃった。あんま効果を感じられず。味も好きなんだけど、特茶ちょっと値段が高くてな続けられなかった。でも結構3ヶ月くらい続けてた気がするそう、いや今日はいいお昼ご飯でした。みんな付き合ってくれてありがとう。でもさ、食べるのゆっくりって言ってもさ、20分くらいかかってない？食べるのゆっくりと会った方が体にはいいですよ。早食い良くないらしいからねそう、ゆっくり食べるのもなんか痩せる秘訣らしい。なんか満腹中枢ってなんか早食いすると満腹って気づく前にこうどんどん食べちゃうらしいのね。そう、結構気づくの時間かかるらしい。満腹中枢がお腹いっぱいだわって気づくのにちょっと時間がかかるから、ゆっくり食べた方が痩せやすいらしい。だからみんな痩せたい人はみんなでゆっくりいっぱい噛んでいっぱい食べちゃダメだな。いっぱい噛んでゆっくり食べよう。コーラゼロカロリー飲まない。それコーラ味が飲めない。そう、下に立ってんの？そう、今立ってる。そう、まあなんかみんないろいろ調べて自分に合いそうなダイエットをしてみよう。合わないダイエットね、続けてもストレス溜まってね、逆に太っちゃったりするからね。そう、みんなで良いダイエット法を考えながらご飯食べていこう。それもダイエット頑張ります。まあ運動もね、適度にね。お腹いっぱいでとても今ちょうどいい気持ちどうしよう、まあ今日はでも一日家で過ごそうかな、ゆっくりと。外出るとお金使っちゃうからね、何をしても電車代もかかるし。家だな、今めちゃくちゃ暑いから家にいな。あら、そうなの？外暑いんだ。今日涼しいかも。26度しかない。割と涼しくない？昨日30度とか言ってたのにお菓子を完食とか全くしないの？まあほぼしないね、まあ、昨日はたまたましたけど、なんか差し入れでいただいたりとかしたら食べるけど、なんかわざわざ買っては食べないね。そう、お昼寝はねしない。今日結構いっぱい寝たからね、お昼寝しなくても大丈夫そう。全然関係ないけど、2年前の今日がサイリンベーカリーのイベントで初めて会った日やった。あら、もう2年も前なの？サイリンベーカリーのイベント、懐かしい懐かしい。またできたらいいけど、 AKB カフェは移転するという話だったが、どこへ行ってしまったのだ全然さ、お菓子食べない方だと思う。多分メンバーの中でお菓子食べないランキングだったらかなり上位に食い込めると思う。それぐらいお菓子食べない。最近のさのおやつはね、チーズですね。なんかチーズは体にいいし、まあ食べ過ぎたらダメだけど、ダイエットにいいらしくって。そうだから、ベビーチーズっていうの、4つさ連なって入ってるチーズあるじゃん、あれをおやつの時間にちょっと小腹空いちゃったなって時は冷蔵庫からパッて出して食べてる。そう、チーズがおやつ最近の菓子パンは？菓子パンも食べないね。食べないかも。菓子パン食べないかも。こんにちは、こんにちは。菓子パンはちょっとカロリー爆弾すぎて食べないですね。
まあでもなんか絶対にお菓子食べないぞって決めてるわけじゃないから、差し入れとかで美味しいのいただいたら、そうありがとうございますって食べるし、だからメンバーとなんか遊んだりしてお菓子食べようってなった時に、あ私ちょっとそんな食べれないとかはないそう時と場合によるね。基本一人だったら食べないけど、誰かが誘ってくれたりとかもらったりしたら食べるって感じで生きてるよ。そうそんな感じ、私そんな感じ。アイスはね、なんか実家に住んでた時は時たま食べてたけど、一人暮らし始めたらなんかアイス代がもったいなくて買わなくなったから食べてないでもさ、あのピスタチオ味のピノが新しく出たらしくてさ、めっちゃそれ食べたいんだよね。なんかちょっとそれだけ買おうかね、ずっと悩んでんの。あれ期間限定だと思うからさ、早めに食べないとなくなっちゃうじゃん。だからちょっと今自分の財布とね相談しとるそうそんな感じだね。そんな感じです。じゃあそろそろさやかちゃんはお昼ご飯の洗い物をしたりとかするから終わりにしようかな。配信お昼ご飯作って食べるとこまでみんなに付き合ってもらっちゃった付き合ってもらっちゃった、楽しかった。じゃあまたみんな夜に会おう夜お会いしましょう。ランキング見ますね。13位やきひみさんありがとうございます。12位ちゃん将軍さんありがとうございます。11位やくんありがとうございます。10位大観さんありがとうございます。9位ピアノマンさんありがとうございます。8位バイクゾウさんありがとうございます。7位 TKHKG さんありがとうございます。6位台湾いろいろさんありがとうございます。5位はさっぴさんありがとうございます。4位まさとさんありがとうございます。3位やすさんありがとうございます。2位けんけんさんありがとうございます。1位はとめさんありがとうございます。ありがとう、めっちゃ楽しかった、みんな付き合ってくれてありがとう。寂しい私のお昼ご飯がみんなのおかげでとっても楽しくなったよ。じゃあまた夜会おうね。おやすみじゃないみんな寝ちゃダメだ、頑張って午後も。また後でバイバーイ。